宇宙軍最戦人上級総長は、アメリカ宇宙軍の歌詞館の特殊な階級。この階級は、統合参謀本部最戦人歌詞館が、アメリカ宇宙軍から任命されていない限り、最高位のアメリカ宇宙軍歌詞館である。現職者は、ロジャー・タウバーマン宇宙軍最戦人上級総長で、2020年4月3日に、初代の宇宙軍最戦人上級総長として、就任した。 宇宙軍最戦人上級総長は、アメリカ宇宙軍歌士官やその家族の指揮、即応状態、福利構成などすべての諸問題や、歌士官の適切な活用と教育について、ベテラン歌士官の立場で助言を行う。宇宙軍最戦人上級総長の階級賞は、基本的に空軍最戦人上級総長の階級賞のデザインと同じものとなっている。 階級章の中央にある二つ星の他の最先人上級総長の階級章に合わせたものである。中央にあるデルタ地球儀軌道からなるデザインはアメリカ宇宙軍の紋章に合わせたものとなっている。初代の宇宙軍最先人上級総長であるロジャー・タウバーマン宇宙軍最先人上級総長は2020年4月3日に就任した。以前は 空軍宇宙軍団の最戦人上級総長を歴任し、前職は統合軍であるアメリカ宇宙軍の最戦人上級総長を務めていた。ロジャー・タウバーマン宇宙軍最戦人上級総長はアメリカ宇宙軍で一人目の歌手官であり、アメリカ宇宙軍全体では宇宙軍作戦部長、ジョン・レイモンド宇宙軍大将に次ぐ二人目の軍人である。なお、 宇宙軍再専人上級総長は2020年4月3日から2021年2月1日に故障が変更されるまでは宇宙軍再専人科士官と呼ばれていた。ありがとうございます。